はいどうも、2月の定休日のお休みに、撮影されたものを再編集したものです。土鍋で美味しくご飯を炊く方法ですね。こちらをまとめておきましたので、よかったら7分ぐらいで見終わりますんで見てってください。よろしくお願いいたします。お米の方は、生米 300g を水で戻したものを用意しました。でお水も 300g、お水の方も 300g 用意して、そしてですね、炊き時間は12分で沸騰したら火を弱めてそのまま弱火で、あとは、12分タオルをかけて蒸らすだけです。とても簡単な方法をご紹介しました。ではでは、はい、よいしょ。はい、光国事件の話か。そうですね、光国、光国、光国、あれプリオンっていうのがあるから食べちゃいけないんでしょ、人は。みどりさん、こんばんは。あ、みどりさん、ありがとうございます。じゃあ、ではありがとうございます。はい、じゃあ早速、山形さんと。ちょっと後でどうせ、今日、牛タン買ってきた。で、今日。あ、七重さん、ワンマンコー。お願いいたします。はい、じゃあ、じゃあ牛タン食べるんですって。牛タンも一人で食べます。一人じゃないですよね。どうしよう、この色食べる。来週、じゃあ、からすみは来週でいいかな。あ、今日開けて召し上がられてもあれに出しました。あれに来ました。ありがとうございます。はい、履いてあげてください。履いてあげてください。あ、分かりやすいですね。そうなんですよ、めっちゃ分かりやすい。あ、たぶんここで火を弱めていきます。はい、弱めていただきます。分かりやすいけど元気すぎる。そうなんだよね、この子はすごい元気なんだよね。いや、こんな飛び散ることないんだけどさ、普通の土鍋って。この子は警察に捕まるから。焼いてから炊くのは香ばしそうです。そうですね、生で入れるよりは焼いた方がいいですよね。いいと思います。そうなんですね。うん、多分生で入れるなら。で、同じ時間蒸していきます。はい、たぶんこのブラシに入ります。はいよ、12分です。はい、じゃあ豆かすのブラシな。すごい、ブラシなの上とかってことですか。お目にかかったことないですよね。ないです。そんな人付き合いないです。止まらなくなっちゃうみたいな。あ、ブラシが終わりました。さあ、開けちゃおうかな。開けましたよ。開けちゃおうよ。じゃあ、すみません、今日もまたお子先生、写真を後で。はい、なんか外人の人がめっちゃ着物着てる男子のご飯持ってるシーン嬉しいよねって言うから。そうなんだ。よかった、よかった。沖野さんもお酒飲めないんですね。なるほど。うん。牛
瞬たくあんに見えましたが、よく見たらたくさんでした。そうですね。じゃあ、いただきます。はい、召し上がってください。白い山形の雪若さ、龍神町の雪若さ、それ今日この工場橋でございます。うまっ。やっぱ青木さんのお米うまいわ。あ、うまい。青木こいさん、うん、青木こいさん甘いっすか。甘い。プロで買ってもめちゃくちゃうまい。うん、そうね。でこれをからしに乗せたやつ。はい。あ、いいですね。うまいさん、紹興酒は砂糖入れない派。ああ、やっぱ入れる方と入れない方いらっしゃるんですね。口に塗ってないですか？